重いじゃないですかなんか意外と日常生活しててもなんか肩なさすぎてなんか本当は多分もうちょっとこうなったりするのがあのセクチーなんですけど肩なさすぎて <laughs> 甘かった出てないんですよねサバイバルダービーすごかったありがとうございますマジ楽しかったあの日 <laughs> 寒かったけど昨日は丸かったねえ昨日めっちゃ丸かったよねこれ写真を見ながらさ丸、まる,まる,ま、るだなみたいなあの亀子さんの写真はそうい保存させてもらってるんですけどちょっと。 また今日の夜くらいに載せれたらいいなって思いますストーリーとかに <laughs> 昨日マジ自分で写真撮ってないからほぼ皆さんの載せてくださって写真え何これすみっこ暮らしなんだけどえ何これめっちゃ可愛いんだけど何これえすみっこ暮らしなんだけど <laughs> 今日寒かったですね今日やばい寒かったです えっ、ー、何これすごいかわいいイベントやってるんだかわいいえー、これやばいねこれもかわいいけどタピオカみたいなのが降ってるすごいね明日最低気温6度 六度って何？<laughs> ねえ6度って何ですか皆さん66度6度え何着ておけばいいの <laughs> 昨日ねレッグウォーマー巻いてた <laughs> なんか試合,試合じゃなの衣装の時はさすがにさもう耐えしかないから耐えてたけど。 あのー、私服はもう <laughs> レッグウォーマーを巻いて見えないから一生とか言ってねレッグウォーマー巻いて生きてましたねなんかやっぱいいです <laughs> ヒートテックはまだ着てませんヒートテックはちょっと抗がってますまだ着ない防寒着いるよなんかダウン ぽい素材なんだけどまだだそんんんななダウンなんて言うんだろうねい言いい方が悪くくななるとすごいあんま高くないダウン <laughs> なんだろうねダウンジャケットってほどなんかしっかり防寒できるわけじゃないちょっともう見せかけのダウンみたいなのを最近着てるんですけど <laughs> なんかすみんなにね「もうダウン着てるの?」って言われるんだけどもそれはなんか結構本当見せかけのダウンでそんなあったかいわけじゃないの。<laughs> だからそれを着て生きてます最近は。 マフラーデビュー早くない <laughs> レックオーマーかわいいんですよなんかルーズソックスみたいでかわいいんですよ薄いのそれを着てますロングコートも一回着ました裏着もまだ着てないしヒートテックも着ないまだ12月に入るまで絶対に着らない はい、テント作りうまかった本当にありがとうございますそう暖房も入れてないよまだ、うん、でだから結構耐えてる方こうニットが今日はもうもう仕方なくニットレベルで寒かったもうパジャマも今ペラペラのあれ着てるけどスウェットスウェットトレーナー着てるけどあの今日の夜から <laughs> あれかもしれない猫縁デビューかもしれないです 録画した未完全 TV 見てますあ,ありがとうございます風強いねなんか今日はスキップして <laughs> 体を動かしてあのあ、ー、かくなろうプロジェクトしてました一人でそう <laughs> そうちょっとねまだ見てない方もいると思うん、ね、で見てください 寝ますおやすみこの時間にやると見れないよねもっと教育番組みたいな時間にやらないと <laughs> 寒さには強くないです私は寒い方が好きじゃないですあったかい方がいいですでもそう難しいよねなんか汗でメイクがドロドロになるのもすごい嫌なんですけど乾燥でメイクがパリパリになるのも辛いから なんか割と姿勢肌って言って中坂は自分の肌からすごい皮脂が出やすいタイプの人間なので乾燥しないんですけど肌が肌は乾燥しないんですけど暖房とか入れてるともう空気が乾燥してるじゃないですかそういう場所に行くとなんかパリパリにな,なっちゃうだから難しい難しいですいや12期のみんなすごい頑張ってますよなんかまだちょっと接し方が分かんないから早く仲良くなりたい テント組み立ててたの初めてです木枯らしって何ですかなんかさ外出れー寒すぎて <laughs> そう加湿器ねたかんといけんねちょっとまだねあったかー超あったかい服とかは着てないです暖房でコンタクトが乾くんそうなんですよねちょっと戦っていかないと痩せてないです どちらかといえばどんどん丸くなっていますね最近そうワカサギ釣りいいですねなんか氷に穴開けるやつですよね昨日の晩ご飯は回転寿司屋なのに回転しないお寿司屋ん今日の晩ご飯は回転寿司屋回転寿司屋なのに回転しない寿司屋で7,000円分食べました。 どういうことわ <laughs> かんないちょっとどういうこと哲学 <laughs> あプリマの配信してるよねごめんかぶっちゃってっプリマも見ながら皆さんこっちも見ていただければなと思います初 <laughs> <う>めまして昨日見て好きになりました本当にありがとうございます嬉しい <laughs> ありがとうございます超嬉しいんですけどそんなこと言っていただけて でもなんか本当に昨日もあのじめましての方がた分たくさんいらっしゃったと思うんですけどなんか昨日今日から押しますって教えてくださった方とかもいて本当に嬉しいですねこういうお仕事をきっかけでまた皆さんが好きになってくださるっていうのはすごい嬉しいですね。申し訳ない多分昨日の中坂とは別人の顔してるんですけど今日。 ねえ。回転寿司行っても、レーンでお寿司回ってないから、全部注文してってことじゃない。なるほど。回転しないとこあるじゃん。確かにお寿司回ってないことありますよね。牛すじ果汁美味しかったよね。それな。昨日めちゃめちかわちかったわよ。ありがとう。 プリマの衣装マジで可愛い、うん、<laughs> プリマの衣装大好き赤ちゃんが夢に出てきましたもう恋してますね私に昨日髪型可愛かったみんなにそう言っていただけなんかちょっとクマはさすがに気合やりす入りすぎてるかなって思って <laughs> 悩んだんですけどしてよかったです すみっこ暮らしの好きなキャラクターはエビフライの尻尾とアジフライの尻尾が好きです。はい。まあサッカーファンの皆さんはなんか割とスタジアムにいること多いのでこの人。ギフとグランパスはちょくちょくお伺いさせていただいてるのであのよかったら <laughs> よかったらって悩んでる話ですけど見かけたら。 手くらいは振 <laughs> らせてくださいテロップの忘れん坊は何だったのなんか最近忘れっぽいんですよ自分がなんかこれといったエピソードがあるわけじゃないんですけどなんかそごい忘れっぽいから忘れん坊やなってふと思って書きましたエビフライは尻尾まで食べますかエビフライは尻尾まで食べますエビ天も食べますアズアズが可愛すぎておしまししそうということでねわかりますどの気持ち でも分かりますなんか昨日ねあ全然熱ア々アの話じゃないから申し訳ないんだけどうね <laughs> ちゃんがあの昨日結嶺ちゃんに会ったんですよお仕事帰りにお仕事帰りにこう帰ろうとしてこう道をとぼとも歩いてたらね結ねちゃんが話しかけてくれて「一緒に帰りましょう」って声かけてくれてえ 天使現れるみたいな一瞬で疲れ吹っ飛んだでも分かんない私の中では結構疲れ吹っ飛んでたんですけどあの多分めっちゃ寝起きだったの帰りの車で爆睡してたからだからなんかめっちゃ失礼な態度とか取ってたらもう申し訳なくてなんか振り返って <laughs> 反省してるの美羽優ねちゃんと一緒に帰るって嬉しかったし本当に疲れは吹っ飛んでたんだけどあの本当にあのもうめっちゃね態度がもし悪かったら本当にごめんなさい。 いろんなお話ししましたご飯とかはねなんか11期の子みんな忙しそうで誘えないの。なんか中坂結構あの11月あ、うんまあ、まあ学業に専念できますっていうな <laughs> んですけど大事ですから皆さん学校も。あの本当にあの結構本当に学業に専念できますっていう感じなんですけど。 11のみんながほんとに忙しそうでなんかくるみんとも「ごはん行こう」とか「きょっぴー」とか「あザあズとも「ごはん行こう」と言ってんのにみん忙しそうだからほんとにあの声がかけられません今日はあザあズとくるみんトミキとりかちゃんがシンポジでした。 お疲れ様ですちょっと早いけど用事あるからいってらっしゃいゆねちゃんはめっちゃ食べますご飯本ほんとにびっくりするどこに入るんだってくらい食べます <laughs> 食べるのに細いからいいよねうらやましい <laughs> 暇じりとは言ってないですよ学業に専念できるって言ってるだけなんでスタグルはコッペパンとえっと飛騨牛コロッケを食べましたあとカステラ食べましたそう劇場から帰ってきましたおかえり 12月3日のガンバガンバ対神戸見に行くの絶対寒いと思う確かにどっちですかでも神戸が25ホームだからアウェイかな3日はじゃあ大阪に見に行くんだあのー、多分そちらで優勝が確定すると思うので分かんないですけどあの25日は絶対に何が何でもグランパスが勝ちますのでよろしくお願いします、ね、マリノスもめちゃくちゃ調子いいですから まだわかんないですからねマリノスが勝つのか神戸が勝つのかドキドキですただ25日は絶対グランパスが勝ちます <laughs> あさってのスコイン入ります紫持ってたら怒るちゃんされますどうしよう怒 <laughs> るちゃんされよ <laughs> ちょっと正直に コッペパンの味がかからなかったちょっと中坂ファンの皆さんどうして中坂あのメニュー見たら一択でしょコッペパンの味。みかんぬん TV はですねちょっと前くらいですでも寒かったです普通に収録日寒かったのに半袖半ズボンっていう本当にあの本当に寒かった <laughs>。 今のグランパスは5位ですそうです、えー、正解は バナナミルクですよ絶対にあの中だったら中坂はバナナミルクに決まってるでしょわ <laughs> かんないえ、みんな中坂がバナナ好きなの知らないのみんな知ってると思ってた中坂がバナナ大好きなの知ってると思ってた <laughs> でもファンの人にクイズ出したら全然当てられなかったです コッペパンにバナナミルク挟んであるんじゃなくてバナナ揚げパンにバナナミルク味の粉がかかってるのですごい美味しかったです飲み物ならそうだけど飲み物だけじゃないです私もうバナナ大好きですからバナナクレープ食べるのもバナナだしチョコバナナ大好きだしだから皆さん次行った時はバナナ食べてください <laughs> バナナミルク味のコッペパン食べてください コッペテの結構新作らしいので皆さんぜひ前回はシナモンを確か食べたので違ったかなシナモンを食べた気がするのでバナナ好きなイメージなかったあじゃあこれか以後お見知りおきをよろしくお願いします「中坂はバナナジュース大好きバナナ大好き好きな果物はバナナだよ」の中坂です 揚げパンですコッペテの揚げパンめちゃうまいですから皆さんぜひめっちゃ美味しかったですバナナだようですはいあのー、今節ホーム戦は残り1試合なので最終節皆さんぜひ行ってみてください。 きなこ押してたっけ、きなこ押してたっけ、わかんない、ごめん、押してたら、ごめん。<laughs> バナナだよ。暑いのか寒いのかわからん。この部屋は締め切っているので、とっても。あの、暖かい方です。 ゴール裏デビューはなんか結構しんどいですけど楽しかったです本当になんか毎週ゴール裏にいたら絶対に痩せると思うんですけどどう思いますか結構本当にあの痩せそう <laughs> 本当に疲れましたうんなんかすごいなって思います皆さん 一生飛んでるし一生こうやって手をこうやって振り上げてるからもう腕もなんかパンパンになってきて声もカラッカラだしすごかったです本当になぜかただしなんかねパッて取れるところにあったニットがこれだったのでこれきましたそうほ、うん本当にすごいです <laughs> 逆に昨日メインスタンドデビューしましたメインンスタンドはやっぱ 良くないですか <laughs> あの、ね、メインスタンドのいいところはやっぱこう選手のとの距離が近いですね、まあ、岐阜はちょっと陸上トラックがあるので遠いんですけどあのトヨタとか行くともうめちゃくちゃ近いですしこうだってベメインスタンド側に座ってますからベンチの選手とかで選手がこうはけたり出たりするのもはけたりとかいうのはねもうめっちゃアイドル用語かもしれないですけどもメインスタンドの下だしそう逆にバックはバックはでも私上の方からよく見てるので。 上のの方だとややっぱ全体がすすごいい見渡しやすいのでもこれはメインも一緒ですけどねどこもとっても楽しいですよサッカーは中坂プリマのライブ見に行ったことなくて行ってみたいんですよね普通にバナナ革命だったことないですねあのこういうカラショールームとかではあるんですけど中,中ちゃんの写真いっぱい流れてくるねありがたいですねいっぱいいろんな人が載せてくださってます 最終戦ゴール裏行く予定なんだけどどうしようだって岐阜ですかグランパスですか楽しいですよゴール裏紙触れもないんですよ行ってみたい普通に本当に昨日はメインで見てましたよ十二 <laughs> 12月の行けそうだよね行きたい広島のプリマちゃんはちょっとさすがにあれかもしれないですね名古屋行きたいなできればプリマ一生かわいい トヨスタととしか行ったことないミズホもねちょっとトラックがあるので遠いですけどトヨスタは本当に近いですね距離がね行ってみようと思いますプリモもカメフレもそうそうセクシー路線に変更はしてないですけど別にそんなセクシーじゃなくない正面から見たら全然肩見えんし。 髪伸びたよね切りたいです MC がやばいんだえー、ちょっと見たいかも <laughs> 本当にね行ってみたいなと思うんですけどちょっと毎回予定が合わないというか私が予定を入れてしまうのでいつも <laughs> 中坂はカメ子があっても バケモン踊っちゃうのであの首がいつももげそうな写真ばっかなんですけど今回はすごく皆さんの大腕がお上手すぎて <laughs> なんとなくあのいつもよりいい写真が多い,いというか写りがいい写真が多いなって思いました <laughs> 昨日は現地行けなかったまた機会があれば来年とかもお仕事行けるように長坂頑張ります、まあ、プライベートでも,もめっちゃ行くんですけど来年来年本当にやばいと思うサッカー貯金しないと。<laughs> スタジアムで行きたいところありますかスタジアムで行きたいところは一番は来年は絶対行こうと思っているのは広島ですね。j 1の唯一の新スタジアムなのでアウェーで行けたらいいなと思いますね。もちろん長崎、金沢も行きたいんですけど機会があれば行きたいです、ね、本当に貯金したい。 ステラブラウンさんの登場がちょっと気になりますよね本当にウインクめちゃしてたらしい全然記憶なくてウインクしてた <laughs> 例えばこの間帽子ですれ違いました私もそんな気がしましたよ <laughs> エスコンフィールドですエスコンはちょっと飛行機乗れないから <laughs> そうそうこんなにはまると思ってなかった私もこんなにはまると思ってなかった なかなか岐阜の時にご縁がないから次こそ頑張ります野球は行かないの行きたいんですけどマジであのチケットに取ろうってなれないからちょっと去年みたいにちょっとグランパスの選手が始球式とかやる日がもしあればまた行きたいなって思います去年じゃない今年ですね SK に入ってから貯金してしできたことあんのって聞いてんのかなおーおおめっちゃねーおっとこれはちょっと良くないですよ <laughs> 私結構あれですよ貯金大好きですよ <laughs> プリマのグッズにロング T シャツあるえ絶対買いたいんだけどなんかさ坂こっちのウィンクしないんですよあんま上手じゃないからこの世にガチャがある限り貯金は無理だと思いますガチャ沼だよね今日もさこうガチャガチャを眺めてたんですけど ち気持ち悪いいですねごめんなさいガチャガチャで引いたものをね眺めてこどの選手の持ってんだろうみたいなでも、ね、意外となんかいろんなガチャ引いてるんですけどグランパス全然選手かぶりなくてでもなんかねユンカー選手とかランゲラック選手とかあとはね藤井選手とかこうすごくやっぱなんて言うんでしょうあの <laughs> なんて言うんでしょうねこう ガチャの出たところとかに行くともう交換してくださいっていう人がいっぱいいらっしゃるんですよそういう方あのそのお三方とかも他にもね皆さんには推しがいると思うのでうあんま出たことなくてランゲラク選手とかユンカー選手は一回も出たことないですね藤井選手のは持ってるんですけどそれで,でもかぶりがないんですよほとんど選手にだからいろんな選手のいろんなグッズをこう持ってるみたいな <laughs> そんな感じです 街中でファンとして違うわかるのこの前はめっちゃ分かった <laughs> とかあのー、一回ねあのねそうめっちゃねそうどうしようってなった時があってあのー、その境にいたんですけど公演終わりに境にいたんですけど <laughs> 昼公演だったのかなその日でなんかそう午後に予定があってちょっと境にいたんですよ。でめっちゃプラプララしてたらもう絶 もうさっきお見送りで見た方がいてお見送りで見た方もすごいあれなんか長坂っぽい人がいるみたいな感じですごい見てくださってなんか,とか手とか振ってくださったら全然手とか振り返すんですけどこっちからちょっと振りに行く勇気はなくてあのえのええー、みたいになってたらすごいこう全然 <laughs> しし <laughs>、うんね、手とか振っていただけたらあの振り返させていただくのであのあの振っていただいて大丈夫ですよ。 誰かといる時はあのなるべく控えていただけたら親とかのは全然いいんですけど友達とかはあのやめてほしいな友達の時はちょっとそっとしてほし,し,しいな <laughs> 親とかのは全然いいんですけどスタジアムで見かけて手を振ってもいいものかあスタジアムで見かけて手を振るのは全然いいですよ <laughs> はいあのこっちからはあの振ることはあ,のあんまりないと思うので 振っていただけたらすごい嬉しいです <laughs> ステラブラウンさんロンティー着て登場中だってなんかもう絶対プリオのメンバーですよねえもしかしてティーンズユニットいましたみたいな <laughs> <coughs> メンバーといるときはメンバーといるときはね、まあ、皆さんも知ってる人だしあれですけども友達とかはもう完全にさ一般の方なわけですから あんま友達と戦いのことないんであれですけどえへッエシャくらいはえしゃくだと気づかない可能性があるからなんかあいつ悪かったとか思わないでください <laughs> メンバーとすれ違ってみたい人生で,でも意外と分かんないと思いますよすれ違っても私有名人とすれ違ったことないと思ってます コンビニで押しと遭遇したときあるんですかでもでもあるかあるのか <laughs> 見ないの人探せばいいんかな <laughs> そう、なんかそこの前ファンの方と会ったときはあの多分ゴリゴリにずんだバッグだった <laughs> ですです <laughs> キャリーケーケスで足引かれたことあるメンバーに <laughs> それはびっくりするねちょっとそれはびっくりだわ私キャリーのねキャリーのね運転下手なんですよ <laughs> そうメイキはメンバーとすれ違うあ本当にコンビニだったら逃げそう逃げる <laughs> そうズンドバッグとかでいることもあるのでそうそうそう ケリーの運転下手なんですよなんか特におっきいキャリーの大きいキャリードラフトの時から使ってるんで,でも結構ねタイヤがバカなんですよもうだからもうおーおおみたいになっちゃうから <laughs> 苦手です。<laughs> 中坂さんは初見では気づけないんですよ。 中坂さん基本的にすっぴんジャージでいるので気づけないかもオーラないから <laughs> そうオアシスってメンバーとオアシスなんかたまにいたりするよね私もメンバーと会ったよドキッとしたことあります <laughs> はい 意外と皆さんあれですねメンバーと遭遇してるんですねすごいそみき美穂こさんに気づかれない一緒にお仕事させていただいてる方なんですけど気づ,か気づかなかったみたいなのでう本当にオーラの消し方が上手なんだなって思います <laughs> オースとかは見オう酢あんまりないですねクラブグランパスにいるくらい <laughs> マスクまでしてたらなかなか気づかんもんね確かに <laughs> 意外と名古屋狭いなって思うでもなんかこれはあの名古屋にいる人なら共感してもらえる話なんですけど名古屋の遊ぶ場所ってまあ相場境か名域なわけですよだからまあ境か名域にいれば大体女子高生いるし女子大生いるしメンバーだって栄や名古屋で遊びたいから <laughs> まあそういうことじゃないでしょうか <laughs> そうそう <laughs> そんな感じです大学生の時とあるメンバーに2回くらい遭遇したってすごい「クラブグランパス」の社長もなんかこの前まであれしてたの受付してたのにもうやってないんじゃない売り切れてる気がするんだけど。 そう名古屋あるあるですこれは長坂もいろんな場所を紹介したいですね名古屋の遊び場 <coughs> 今日お酢行ったんだけどグランパスのとこ休みだったグランパスのところは火曜日と月曜日と火曜日はお休みですまた水木金土日らって辺で行ってみてください月曜日火曜日お休みです長坂も一回それありましたで次の日行きましたもう一回そうなんです で、なんかお休みだったと思ったら是非、ぜひシャチモナカ本店に行ってみてください。そうなんですよ。月曜、火曜は定休なんです。穴場探して紹介して。紹介しますね。そろそろ中坂さんパッケージのカレー食べてもいいパッケージ捨てないでくれるならいいよ。シャチモナカは行ったまあ、さすがですね。一日一スポット紹介とか。 もそんな中坂も最近名古屋休日マジでスタジアムにしか行ってないから <laughs> ねえちょっと探しますこのオフシーズン中に <coughs> 北京さんも月休みだっけそうですねやっぱ月曜定期多いですよね意外と昨日僕の応援してるチームが昇格しましたジュビロですか月曜稼働してるの S くらいやな今日は K2 でしたけど <laughs> めっちゃうまいですねオリエンタルカレー探してるけど見つからないもうこの辺のスーパーとか行けば売ってますよコンビニとかでも売ってるお店は売ってるしちょっとこの辺で本当に探してみたらすぐ見つかります今日ヘアオイルの調合抜群すぎるサラッサラです髪の毛いいね 東山動植物園も月休みだ、ね、あそれで言ったら名古屋市の名古屋市が運営してるものは大体月曜休みです東山動植物園も名古屋市科学館も美術館も博物館も名古屋港水族館も月曜休みですので名古屋市を月曜観光さわかの,すす、ね、の地域もかもしれないんですけど名古屋市は本当に名古屋市がやってるものは大体月曜休みで本当に何もやってないんですよ。 そうなんですよだからねあの皆さんはね「土日月」ってこう遠征してくださる方がすごい多いかもしれないんですけどあの月曜日は本当に定休日なので、うん、本当に気をつけてください。<laughs> はい、東山動植物園コアラいますよ。 荷物公園の日は観光うあんまできないかもしれないですけどだから月曜もやってる観光場所を探せばいいんだよ私が <laughs> 誕生日の日に大好きなアイアイ公園やるのに仕事になって投げられなかったミ <laughs> ュ<ー>ンちょっとじゃあ近い日に来てくださいそうなんですよ そうなんですよ鶴間公園とか行ってみてもあ鶴間公園今新しくなったからすごい楽しそうですよね行ってないんだけど新しくなってからすごい気になってはいるなんかちょっともう一人で観光するのが結構辛くなってくるんですよ途中から <laughs> 最初は結構ルンルンなんだけど途中からマジで急に辛くなってきて人より寂しいってなっちゃうからちょっと同行者求む 何が新しくなったの新しいお店とかなんかめっちゃおしゃれな映えるお店がたくさん入ってるので今鶴間公園本当に行った方がいいと思いますなんかちゃんは年中無休ですかなんかちゃんはウイルスに感染しちゃった時だけは休ませてもらってます <laughs>、はい、庄内緑地公園はなんか走ったりするのがすおすすめですなんか本当になんかすごいめちゃくちゃ長いランニングコースとかあった気がするのでぜひそう。 ジブリパーク行こう行こうって思ってたらオープンから1年経ってたそうなんですよもう少ししたら新しいの場所もできるからできたのかなその辺で行くのもおすすめですでもなんか時間が決まってたんですよ確かジブリパークこの時間に行くっていうのがだからいい感じに予定立てないとあのもうなんかめっちゃ待ち時間とか逆に時間なくて間に合わないとかなるからめっちゃ念入りに確認するのをおすすめします 名城公園はなんかすんごいねやっぱチューリップとかが咲いてる時期に行くのがおすすめです本当に花も綺麗だから風車があって花ーって,言って花のこうロールケーキみたいなのもあってロールケーキじゃないですねなんだろうシナモンロールみたいなの何て言うんですよ行けば分かります、はい、ジブリパークはまだ一度も行けていませんチケットは取ってたんですけど行けなかった お小幡緑地はめちゃくちゃね。あのお子さん連れとかの方は本当お子さんが楽しめると思います。私も何度か行ったことあるんですけど、めちゃくちゃ楽しいです。おすすめ今度はあれじゃないですか？侍忍者フェスあるんじゃないですか？あ、それは違うか。わかんなくなんで引いちゃった。お小幡緑地はもっと上の方だ。<う>サッカー遠征は寂しくならないのあ、サッカー選手は全然寂しくないです。なんかサッカーを見に行く目的があるから全然寂しくないです。 1あの一人で道を歩いてるときとかはなんか特に目的もないので1人でさお出かけするときってあんま目的を持たない人なんですよこうプラプラしてるときは目的がなくなると急に寂しくなってこのあとどうしようかなとか言ってで結局米田とか言っていっつも米田行っちゃうの1人でいるとき <laughs> で米田行って何食べるかなコーヒーフロートとかココアフロートとか飲んであおいしかったみたいになって <laughs> また1人飛ぶとぼ帰る <laughs> そ,そんな感じです あ大高緑地だ大高緑地が今度あれですねサムニンフェスがあるやつですかねスライディングしてたのスライディングしたことはないんですけどデンパークじゃないですか <laughs> イルミネーション綺麗なところは、まあ、名古屋市今いっぱいあるんですけど結構個人的おすすめなのは大名古屋ビルジングの展望テラスですねあそこはもう毎年無料なのにめちゃくちゃ映えるスポットがありますただ人がすごく多いので写真を撮るのに10分15分待ちます寒いけど でもイルミネーションって夜見たいからでも夜って寒いからみたいなでもすごい楽しいのでおすすめです <laughs> あとはでも今はもう名古屋駅にクリスマスツリー今年は真っ白なクリスマスツリーが立ってますしそうめっちゃ綺麗でしたこの前見てきたけどあとは何だろうねイルミネーション星ヶ丘とか星ヶ丘に星ヶ丘テラスかな分かんないちょっと出てこないんです星ヶ丘駅っていうもう もう結構何ですか名古屋市のねセレブタウンみたいなところがあるんですけどそこのイルミネーションめちゃくちゃ綺麗です、はい、<laughs> 神戸遠征するってなったら行ってねおすすめ紹介する頼んだ <laughs> 頼んだ来年かな今年はちょっと行けないので来年よろしくお願いしますソフトクリームがでかい米だそうですよココアフロートとか頼むとあふれ出てきますからココアが。 <laughs> そうそうイルミネーションは嫌いじゃないですでも去年イルミネーションを見にお出かけしたんだけどもうなんかすごい体調悪くなっちゃって <laughs> なんか表情が全部曇りすぎてね一枚も写真あげてない気がするなんかめっちゃ綺麗なところ見に行ったんですけどもうなんか本当に体調悪くて <laughs> なんかみたい顔してたから、ね、あの写真載せなかったんだよね 今日はお歌ありますか。まあどうしよう。どうしよう。<laughs> ちょっとイヤホンが見当たらないかもなので、えー、明日にします。明日は歌います絶対。<laughs> そう。あナバナめっちゃいいですよ。なんかおすめっちゃねこれは結構おすすめプランなんですけど一日中長島スパーランド行って長島スパーランドからのナバナ。これめっちゃいい流れ。 バスで行けますのでぜひ下は今日はジーンズですそうそうアスナルもやってるんだアスナルのイルミネーションは見に行ったことないかもそうね長島はね結構好きです今日は。 そのバスは大丈夫ななんんだねそのバスはなんかもう決まってるもう全員満員になったら満員で終わりだから全員が座れる着席してみたいな感じのバスだからなんかもう立ったりしてるのが無理なんですギュウギュウなのがそうあ須田さんが点灯式してるんだわそれを見に行かないと長坂家はツリー飾ったりしないなんか長坂家にもなんかでかいツリーがあったらしいんですけど私の記憶がないくらいに誰かにあげて。 どっか行きました <laughs> だから中坂家はそんなご飯が豪華になるくらいであのがっつりクリスマスはやんないですねプレゼントとかね全然置いてくれてウェルカムなんですけどそうそう今月暇だったらクリスマス壁紙にするそうだねしようかなこの辺はね活用できるじゃん プレゼントおでんは共用,共用じゃん雪だるまも共用じゃんこの辺だけちょっと剥がして冬用にしようかな高速道路走るバスだからかなあ,あそうかもしれないひな祭りも飾らないです <laughs> サンタさんは来ません 近くではテレビ塔から見る景色もあ,あ確かにテレビ塔の夜景めっちゃ綺麗ですてかテレビ塔の上登ったことあります皆さんめっちゃ楽しいよ <laughs> さ寒くないところのイルミネーションすごい難しいですね長嶋スパーランドはマジで私もめっちゃ行きたいんですけど行ってくれる人マジ募集中です <laughs> サンタさんになってください皆さん私の。 何が楽しいの登ったことないけど上行ったらわかるなんかすごい <laughs> ワクワクしましたなんかおよんみたいなのがあったりとううにかく夜景が綺麗だし映えます写真載せてないよね確か載せたっけアメブロかなんかで載せたかもしれないけどまた載せますね高いところ大好きです 今もうテレビとこの前初めて登りました。今年初めて登りました。十八年間生きてるけど。サ<う>ンタさんにお願いするのは何が欲しいですか？ええー、何が欲しいですか。難しいですね。うん,んリアル だとうんめっちゃリアルなこと言うと来年のサッカーのユニホームとか買ってくれたらすごい <laughs> 嬉しいなーって思いますねだから来年のユニホーム買ってあげるよチケットみたいなのが欲しいですね <laughs> 売ってないです <laughs> めっちゃガチ 今日も親にあの「私来年オーセンティック買うんでカンパしてくださっても全然いいですよ」って言いに行きました <laughs> サンタさんはこま,こま,こませんじゃ来ません <laughs> リアルじゃないのも教えてリアルじゃないものねえんだろうなんだろう,なんだろう むずいね <laughs> なんだうもうサンタさんとか来ないからさあまあそうだななんだろうななんだろう、うん、むずい <laughs> オーセンティックってそんないいものなの選手と同じ形ですよちょっと嬉しくない みんなからの愛とかいやみんなからの愛は常にもらってるからクリスマスにわざわざ特別にもらうものじゃないかなって思いますだってみんな毎日くれるでしょチーと名誉 <laughs> チーと名誉はさ、まあ、いらないわけないですけども,もらえるんなら欲しいですけど <laughs> いやいやいやサンタさんいつまで死んでた小衆を信じてた小5まで小 <laughs> 5まで信じてました サイズは私は M 買ってますねユニフォームはなんかなんやかんやで M が一番可愛いサイズですねあ、そうだそうだもうめっちゃ関係ない話してもいい <laughs> めっちゃ関係ない話するんだけどさ 昨日とかもうめちゃくちゃゃくく寒て岐阜がねずっとベンチコートを着てたんだけど、まあ、SKE ってよくベンチコートを着る機会ってあるんですけどなんか昨日ベンチコートを着てたらなんかすごいあのアップししたたくなりました <laughs> 意味わかんないよねごめんなさいわ、ね、かんないよねわかんないかもしれないんだけどなんかアップしたくなってこう,こうやって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 走りたくなったそれだけです <laughs> あーどうしよう。<laughs> <laughs> ああ、私だけどな、絶対つぼってんの。<laughs> 昨日のギフ寒かったですよ。な、ギフに限った話じゃないです。昨日は寒かったです。どこも。そう。あ、わかります。わかりますか。あ、よかった。伝わってる。どこのポジションで出るつもりだったん。あ、もう、そんなん決まってるじゃない。腹心です。 くださいめっちゃ走るや,んいやマジで1回でいいからラインズマンやりたいんですよね <laughs> そうう <coughs> ちゃ走らなあかんね,ね走るのは自信あるんで。 あ、でもボールパーソンもでもボールパーソンはちょっと寒そうじゃないですかこの前目の前にいた女の子のボールパーソンの子がいて「トヨスタ行った時になんかもうすんごい走り回ってて「もう頑張れ頑張れ」ってボールパーソンの子を応援してました <laughs> そうそう あ、そうです。副審はこの半分、半分にいるラインズマンです。三 <laughs> 級審判員です。え、すごい。 なんか4級はさ講習で取れるんですよ確かサッカーの審判ってでも3級からはまず経験と、まあ、実技があるのですごい難しそうすごい <laughs> そういや普通にねあのルールがまず分かるじゃないですか審判のさ資格とか取ったら勉強すればねだから普通にねちょっと欲しいですよねルール分かったらめっちゃさ 楽、あのー、楽しくないより楽しくくななないいよりんとなくルールは分かってるんですけどそうそう <laughs> よくご存知でマジ今年でもそんな勉強してるわけじゃないんだけどね資格、うん、って欲しくないですかピッチで試合の写真も撮ったりしたいあ撮っててますよ上げてないけど <laughs> なんかさ上げていいのかわかんなくてなんか載せたことないけどあの普通にカメコしてます <laughs> 普通にカメコしてますよサッカーの試合でも試合中は撮りたくないからアップの写真とかしかないけど撮ってます <laughs> そんなに難しいルールってあったっけわかんないけどなんかよりなんか面白そうじゃないですかわ <laughs> かんないけど <laughs>。 でもあれですよサッカーの4級の審判はあの本当に日付さえあればもう講習受けに行ってまあ、ちょっとあ,のあれしたら取れるのでうんあれです結構なんだろうお手軽に取れる資格だったりしますお手軽ではないですけどね活用する場面もなかなかないですからそうそうでは 終わります <laughs> 4級取ったら、まあ、なんだろうクラブチームとか地域サッカーとかのもうその中のなんか公式戦とかはなかなか難しいですけどその中の審判とかなんもできると思いますわかんないけど確かそう。では50分なので終わります今日は隅っこのギフトが増えたけどなんていうもう。 さんハートシャアさん白えリボンクマさんエビフライのしっぽって言いたいけどエビフライにしますねピースさんハートオーマシャンエビフライネコミミさんエビフライピースさんハートネコミミさんエビフライ水エサリオムンムウサギさんエビフライネコミミさんエビフライピースさんハートウキーさんだるまネコミミさんエビフライエビフライエビフライピースさんハートハートネコミミさんエビフライエビフライエビフライシャさんレインボーオーマシャンハートアンマンさん あ、別のパターンのエビフライもいるんだ。飛行機。エビフライ飛行機。飛行機エビフライ。エビフライ飛行機。飛行機エビフライ。猫耳さんエビフライ。アンマーさん飛行機エビフライ。いや、エビフライ飛行機にしよう。オームシャンハート。スキーの浴衣さんハート。ピースさんハート。ルールネコさんエビフライ。バットバツ丸ルクさんエビフライ。アンマさんエビフライ飛行機。 エビフライイ飛行機エビフライコーキーさんハートシルルルルルルルんルル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 さんルル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 んルル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 ハートルル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 ルさんルルルルルルさんハートルルスルル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 ルちゃんさんハートハートチルチル 猫さんハートピースさんハートカッパさんエビフライメガネさんエビフライマスクしてるクロミちゃんさんハートハートピースさんハート白のクマさんエビフライマスクしてるクロミちゃんさんハートハートチェキチェキネコさんエビフライ飛行機トートイサギさんエビフライバレンタイン中坂さん10周年メイドメロンさん結婚スタン。 えー、バレンタイン中坂さん10周年マスクしてるくるみちゃんさんハート男ンがンヒルさん10周年になりマスクしてるくるみちゃんさんハートハートハートピースさんハートハート、えー、おばけさん白ロクマ、えー、モ,モタンコリラックマさんハートピースさんハートおばけさんエビフライピピフェピさん白ロクマ <laughs> <laughs> えー、ピースさんハートランスラスカさんレインボーお化けさん10周年ピースさんハートルルンネコさんシロクマ、えー、世界遺産エビフライピースさんハートランスラスカさんハートトートイセギさんシロクマランスラスカさんハートお化けさんエビフライメイドメロンさん結婚してん <laughs>、えー、中坂さんキャンディーピースさんハート中坂さんハートくるみちゃんさんハート ちか、えー、さんハートシャチオコさんハートハート中坂さんエビフライチカさんハートシャチオコさんハート中坂さん、えー、エビフライエビフライ、えー、自転車ラスカルさん10周年になりエスキーのクマさんハート世界さん似合うあんまさん結婚して <laughs> ダンシングヒルさんキャンディ水色のサイリムブームウサギさん白クマ、えー、自転車ラスカルさんエビフライ さんハートハートいちごさんハート自転車ラスカルさんたらのむたらの音分おるさんハートルンルン猫さんエビフライストロベリーニャンコさんエビフライメイドメロンさん結婚して白のクマさん白クマすごいですね長坂さんエビフライ飛行機メイドメロンさん10周年マスクしてるクロミちゃんさんハートエゴさんエビフライピピェピさんたらのンブメシラスカルさん白クマネギネギさん結婚してルンルン猫さんハートネギネギさんハートハートランスラスカさんブラボネギネギさんハートハートピースさんハート ええー、ピッピフェピさんたらんのオンブメシラスカルさんエビフライピッピフェピさんたらんのオンブシャチョコさんハートピースさんハートピピフェピさんたらんのオンブシャチョコさんハートありがとうございます他にもギフト投げてくださった皆さんありがとうございます多分他にもこうこういっぱい声出てくるやつとかもあったのでそれも消えちゃったら申し訳ないんですけど他にもたくさんのギフト本当にありがとうございます今日,今日もすごい本当に新し,いので新しいギフトも含めてたくさんいっぱいあったのでありがとうございますペコリ それではランキング見ます。今日の中身七十三位はでけでけでけでんババババラ <laughs> シャチョコーのアバターのうんさんですありがとうございます。イえーイありがとうございます。寒くて足がつる。えそれな。あの足がね本当に、ね、つるのはね良くないですから気をつけてください。私も寝てる最中によくつるんですよふくらはぎが <laughs>。はい。 では続きまして二十位から十位の皆さん読みますいきますせーのガローさん中坂さんあ、中坂さんじゃなくなってるアバターがオートレーサー猫さんになってますねいきますせーのガローさんオートレーサー猫さん世界優さんレオナーさんメイドメロンさんルンルン猫さんカッパーさんありがとうございますイエーイありがとう 波で目が覚める。それのな,なんか予兆あるじゃん。する前のあの予兆で起きますよね。<laughs> ということで今日の二十位から十位の皆さんありがとうございます。<laughs> では続きまして十三位から一の方を読ませていただきます。十三位さんありがとうございます。あんまかこ。十二さんありがとうございます。とうとやさぎぴょんぴょん。<laughs> 11イチーさんやとうございます水やサリムブモザキんブンブンジュイさんやとうございますしゃーシャーえーキュイさんやとうございますさんすルルルるえーハチーさんやとうございますニャンニャンかいニャンニャン え7位、さあありがとうございます。みなさん、ハタゴンさんと一緒にうどん食べに行くくよ。6位、さあありがとうございます。トルベリー、にゃんにゃんにゃん。5位、さあありがとうございます。猫耳にゃんにゃん。四位、さあありがとうございます。

今日も皆さんたくさん配信見ていただきありがとうございましたはいということで今日はあの肩が出ているんですけど肩が出ている中坂みゆちゃんも最高でしたよね。ということでもし中坂みゆちゃんが大好きだなっていう気持ちが増した方はメールブログのチェック大富豪とショールームのフォロー Twitter と Instagram のフォローアメメムのチェックよろしくお願いします。ということで今日はですね371の3連単でした。 今日は5,790盛り上がりでした。ありがとうございます。もしよかったら、メールブログのチェックは言ったので、さっき終わりましょう。<laughs> ということで、えー、明日も夜配信です。皆さん、夜配信見てください。よろしくお願いします。はい。毎日最高。ありがとうございます。では。 また明日の配信でお会いしましょう終わりますせーの、ま、いちゃんじゃんけんポンあっち向いてほい今日の合言葉は寒いねバイバーイ夜配信です明日はバイバーイ皆さん今日も見てくれてありがとうチュ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 バイバーイおやすみなさい急いで帰ってきますお願いします肩冷やさないようにね着替えます終わったら <laughs> バイバーイ